のびちゃんです。私のパソコンデスクのところにのびちゃん来てますね。今日は1月23日木曜日、今夜の9時半です。これ後ろのモニターですね。左が右側にしずかちゃん、左側にのびちゃんですね。日向ぼっこしてる写真が写ってますけども、のびちゃんどうした？うん？何により嗅いでんだ。これ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 、うい、ダメでしょう。のびちゃん、うん？のびちゃん、今日のびちゃんはですね、すごいことがありました。のびちゃん、外に脱走してですね、小1時間ぐらいで戻ってきたんですけれども、その時に裏のですね、家の塀の上でですね、すごい鳴き声がしましたね。ギャーとかいう、私見に行ったんですけれども、サバトラのですね、超でかいデブったですね、猫と喧嘩してました、のびちゃんね。怖かったでしょ。それで塀の上でですね、最後のびちゃんが追っかけてですね、勝ったんですけれども、家に戻ってきてですね、びっくりしました。そらくんがのびちゃんの頭にですね、爪が刺さってるとか言うんで、頭を見たらですね、本当に爪がですね、刺さって抜けなかったですね。でその爪がですね、これですね、これ見えるかな、これこの爪がですね、のびちゃんの頭に刺さっててなかなか抜けなくてこれ最後ですね、お母さんがこう湾曲してる形状に沿ってですね、爪をですね、こう、なんていうんですか、こういう風に、引っ張ったらですね、ようやく抜けたと。ねえ。すごいね、君。猫パンチは頭に受けて、その爪が頭に突き刺さったまま、家に戻って帰ってくるなんて、すごいじゃないですか。でも、幸いなことにですね、傷は深くなかったみたいでですね、頭から血出てなかったですね。この辺に刺さってましたね。のびちゃん、のびちゃん強いね、家猫なのに。うん、何、びっくりしたよ。君喧嘩強いんだね強い、勝ったのかどうか分かんないよ。だってお前の頭にさ、爪が突き刺さってたんだから、負けたのかもしれないよね。君は猫パンチ出したの？猫パンチ受けただけ？ねえ。俺が助けに行ったから、サバトラの猫は逃げたのかな？ギャーって鳴いたのはどっちだったんだろう？のびちゃんだったの？それともあっちのサバトラの方かな？ねえ。まあ、いずれにしろ、無事で何よりです。のびちゃん。ねえ。たくましくなったよな、お前という話でした。